小川正俊は埼玉県大宮市出身の元プロ野球選手、野球指導者。浦和学院高等学校では高校3年時に春夏の甲子園に出場。三浦隆史とバッテリーを組んだ。その後、東洋大学でも1年から三浦とのコンビで出場。4年秋には聖保守として11期ぶりのリーグ優勝に貢献。卒業後は日本通運へ進む。 3年目に、性保守に定着して、第74回都市対抗野球大会では、初戦で、本塁打を放つ。その後、2003年のドラフトで中日ドラゴンズから8位指名を受けて入団。指名に至った経緯として、就任直後の落合博光監督からの、即戦力保守獲得という強い要望で獲得が決まったと言われている。 2004年8月15日の対ヤクルトスワローズ戦で初の先発マスクを経験し、またにアンダも放っている。2005年、2006年、2007年は一軍出場はなかった。2008年は3番手だった清水紹介が怪我で、出遅れたこともあって開幕一軍メンバー入りを果たすが、主にダイソーとして登場することが多かった。 結果プロ入りサイトの13試合に出場するも打率、182と良い結果を残すことはできなかった。2009年もほとんど鬼軍で過ごすが2番手だった小山勝良氏に代わってクライマックスシリーズでベンチ入りを果たす。オフの11月2日に戦力外通告を受け中日のブルペン保守に転身した。2014年10月4日に 中日の二軍バッテリーコーチへの就任が発表された。2016年3月28日、開幕3試合にして、一軍保守コーチだった小山義夫と入れ替わる形で一軍バッテリーコーチに配置転換されることになった。2017年は再び二軍バッテリーコーチに戻る。2018年でコーチを辞任すると、その後は再びブルペン保守を務めている。ありがとうございます。